北愛一は、戦国時代から江戸時代前期にかけての武士、南部家臣、彦助、帝愛ともいう、北氏愛の長男として誕生。母は、南氏。参考書家系図によると、主君、南部信直から父、親愛の子により2千5 0国を得ている。岩手県史第三巻書斎の系図では2,150国とある。岩手県市によれば、 九戸正美の乱を、九戸側につき、滅んだ旧一個方の寺田官を領主2千五百国を、治療している。また、寺田官へは北立から移ってきたとされる。早くから所領をもって父、親愛から独立していたため、弟、周愛と父、親愛の死で断絶した、花巻北氏の名跡は継がなかった。また父、親愛が、 病石継承を願わず死去してその所領が、藩に接収されたため、愛一と弟、自家継ぎは新たに六を得て、家を起こす形になったともされる。あと、この直義が二千百国で継いだ。直義の弟、愛子とは分家した。しかし、直義の死後に後を継いだ北愛二は、医療のうち五百国しか継げず、また愛二は、病で、すぐ隠居してしまい。 この北岩礁が創生して、北市着流は断絶した。一方、参考書家系図によると、創生した岩礁の家徳は、愛児の弟、北愛希が継いだとあり、愛希は300国を治療した。後等主治外によって、一旦改役され、50国で再興され、幕末に至った。ただし息子、左衛門の佐治愛については、弟、 北一馬と同一人物とする説もある。ありがとうございます。